いや、私はカゴメ岳で森守りの修行中の身。カゴメ岳といえば超微妙な酒の泉があると聞くが。泉森も我が師、道高様と門下の役目。気に入った。うちで茶でも飲んでいくがいい。はっ。ん、道高の小僧め、群れていないとはこれは好機。日頃の恨み、ここで晴らさせてもらう。下がれ、夏目。小物が。ちょー、騒がしいことだな。ま、森守りなど恨みも買いやすいだろうよ。今のが白田貫様の真のお姿。にゃんこ先生だ。追い返していただきありがとうございます。どうかお礼をさせてください。ん、葵さん、信用しちゃダメ。